こんばんは。副社長の様子さん、いるよね、ニコ生で。グリーンカンパニーの。副社長の様子さん、ね。様子さん、副社長、主任おめでとうございますと。まあ、日給2000円ってことでね、まさに1日の労働の時給にしたら、200円を切るっていう、恐ろしい感じだね、24時間換算にしたら。200円を切ってしまうほどの、労働賃金ね。ね、よっさん、ね、日給2000円の副社長主任おめでとうございます。はい。もうまさに、これぞ、底辺労働者って感じだよね。で、そのうちもう、あれだよね。会社が潰れたらもう、時間を無駄にしてしまったって感じになってしまうから、2000円じゃ。もうよっさん、ね、ほんとね、グリーンカンパニーなんかね、勤めるのやめた方がいいよ、正直。時給2000円とかね、もう舐めてるから、本当に。日給か。本当舐めてる、それは。人を雇う側として、本当にね。ちゃんとしたね、会社に就職した方がいいよ。そんな2000円で使えるぐらいやったら。正直、横山みどりにさ、好き勝手使われるだけじゃん、そんな。日給2000円とか。で、好き勝手使われて、いらなくなったらポイされた時のもう、年収とかもひどいもんでしょ。そうなったらもう。予算早くね。早く。就職した方がいい。もうそうやってね、変だね。もう夢のない会社に勤めるよりは、しっかりと会社に就職した方がいいと思うよ、本当に。だって、日給2000円でいいって言ってるけど、そんなよくいいわけがないじゃん、そんな。永遠に2000円でいい満足する人なんていないから、本当にね。予算もな、本当に人生ちょっと見直した方がいいと思うよな。